はい、ニャワセフェンシースタジオのキムですあ。今回の動画は1月6日、7日、8日、3日間、韓国からの、えっと、BTS のダンサーの方々、日本でのワークショップ、 の通訳に行ってきたお話です1回90分3日間7回のワークショップを担当してきましたあの通訳ってかなり頭使うので疲れてしまったんですけど今回の動画はそのトップダンサーの方々のワークショップでの話と、えー、通訳の話も交えてしてみようかなと思いますいいねチャンネル登録よろしくお願いしますはい、えっと、まずワークショップなんですけど 大阪で3日間ありまして、えっと、参加する人はアイドルってよりはがっつり踊りたいとか、ダンサー向けの参加者が多かったです。あとは BTS なので、いつもよりは男性の参加者も多かったですね。普段ダンスとなると女性ばっかりなんですけど、あそうですね。あと、ダンサーの方は韓国から5名来てまして、えっと、授業内容としては先生たちのオリジナルこれをもあれば、 bts のカバーもあるっていう感じでした。ダンスはもう素晴らしかったですね。目の保養です。いいダンスを見ると気分も上がりますね。教え方もすごい上手だったんですけど、特に私がいいなと思ったのは、振り写しがこうやって終わって撮影とか入るんですけど、参加者とみんなで踊るときに、すごく先生たちがのテンションを上げてくれるんですね。おお、ああ <laughs> <laughs> ちょっと真似できないんですけど、ね、で、参加者が疲れて、こう、テンションが下がらないように、あの、ダンスが楽しくないって感じないように、その声かけとか、励まし方がもうすごい良かったので、もうね、こういう人ばっかりやったらもうこれだけでも留学して韓国でダンスならメリットあるな、とすごく思いました。とにかく、先生たちが魅力的でした。あダンサーの方々なんですけど、普段は、 こうやって一般の方にダンスを教えるっていうよりは、あその事務所から振り付けを依頼されて作る、あのチームであのライブとかツアーの仕事を担当するダンスとしてですね。あと事務所で練習生を相手にトレーニングを行う、トレーナーですね。のような仕事をしている方たちなんですけど、あの日本でのこのワークショップの参加者の方々が、あの目をキラキラにして受けているっていうことにすごく感動を受けたみたいです。 なので、あの、最後にはまた、すごくいい思い出ができたので、またすぐ日本でワークショップしたいって話してました。素敵なお言葉でした。オーディションとか、まあ、ダンス留学、エージェンシーとかも扱ってる私たちなので、あの、留学とかたくさん日本の方が今行ってるんですけど、あの、行った時にぜひ、あの、こういう先生とかに出会ってほしい、習ってほしいなとすごく強く思いました。それぐらい良かったです。 あと通訳の話なんですけどワークショップでの通訳はちょっと変わったものでしてかなり瞬発力を必要とします丁寧すぎるとかスピードが遅いっていうのは良くないですね瞬時にパッ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 と訳していった方がいいです先生も参加者も常に動きながらあの聞いてるのでスピードが大事です またダンスは楽しいものなのであんまりこう通訳した内容が硬くなりすぎることにはすごく気をつけてます。 通訳がうまくできるコツはちょっとわかんないんですけど私は通訳の仕事がある日は一応最低2、3時間は日本語でラジオをずっと聞くようにはしてますで聞くだけでもこ脳みそが何て言うんですか完全にこう日本語化して日本語にすごく慣れていくっていう感じがするのでまあ,あの私たちみたいにその通訳を仕事でしてみたいという方にはこういう練習方法もおすすめです はい。動画が面白かったら、いいね、チャンネル登録、よろしくお願いします。各芸能イベントでの通訳とか、翻訳とか、ビザ習得、韓国留学手続きなど、まだスタジオだけじゃなくて、幅広く業務をやっておりますのでえ、ぜひ利用してください。よろしくお願いします。はい。ありがとうございました。アンニョー。